ヨハネによる福音書第11章。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であって、病気であったのは彼女の兄弟、ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに使わして、主よ、ただいま、あなたが愛しておられる者が病気をしています、と言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気であることを聞いてから、なお二日、そのおられたところに滞在された。それから弟子たちに、もう一度ユダヤに行こうと言われた。弟子たちは言った。先生、ユダヤ人らが先ほどもあなたを石で殺そうとしていましたのに、またそこに行かれるのですか？イエスは答えられた。一日には12時間あるではないか。昼間歩けば人はつまずくことはない。この世の光を見ているからである。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。そう言われたが、それからまた彼らに言われた。私の友ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。死を眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。そして私がそこに言い合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところに行こう。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。ベタニアはエルサレムに近く、25町ばかり離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことで、マルタとマリアとを慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟は蘇るであろう。マルタは言った。終わりの日の蘇りの時に蘇ることは存じています。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて、私を信じない者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか？マルタはイエスに言った。主を信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マルタはこう言ってから、帰って姉妹のマリアを呼び、先生がおいでになって、あなたを呼んでおられます、と小声で言った。これを聞いたマリアはすぐ立ち上がって、イエスのもとに行った。イエスはまだ村に入って来られず、マルタがお迎えしたその場所におられた。マリアと一緒に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、彼女は墓に泣きに行くのだろうと思い、その後からついて行った。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、
私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせて、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して、墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。死をもう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光を見るであろう、とあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きください。お聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを引き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々に、あなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声で、ラザロよ、出てきなさい、と呼ばれた。すると死人は手足を布で包まれ、顔も顔を覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちはイエスを信じた。しかしそのうちの数人がパリサイ人たちのところに行ってイエスのされたことを告げた。そこで祭司たちとパリサイ人たちとは議会を終始していった。この人が多くの印を行っているのに、お互いは何をしているのだ。もしこのままにしておけば、みんなが彼を信じるようになるだろう。その上、ローマ人がやってきて、私たちの土地も人民も奪ってしまうであろう。彼のうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていないし、一人の人が人民に代わって死んで、全国民が滅びないようになるのが、私たちにとって得だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではない。彼はこの年の大祭司であったので、予言をしてイエスが国民のために、ただ国民のためだけではなく、また散在している神の子らを一つにまとめるために死ぬことになっていると言ったのである。彼らはこの日からイエスを殺そうと相談した。そのためイエスはもはや公然とユダヤ人の間を歩かないで、そこを出てアラノに近い地方のエフライモという町に行かれ、そこで弟子たちと一緒に滞在しておられた。さてユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づいたので、多くの人々は身を清めるために祭りの前に地方からエルサレムへ登った。人々はイエスを探し求め、宮の庭に立って互いに言った。あなた方はどう思うか。イエスはこの祭りに来ないのだろうか。祭司たちとパリサイ人たちとはイエスを捕らえようとして、その居所を知っている者があれば申し出よ、という指令を出していた。